のスランプ、いろいろ落ち込んでるようですけど、リングに上がった以上、相手がどんなやつであろうと僕の敵ですから、敵は潰すだけです。それがうちの野郎であろうが、どこのやつであろうが、徹底的にやっつけます。以上です。セミファイナル、ついにこのシングル対決が夢ファクマットで実現しました。この両者通算4度目のシングル対決になります。茂木雅義、中野真一の対決です。一騎打ちです。福田さん、はい、これは楽しみですね。楽しみですね。僕一番楽しみなんですけど。ああ、そうですか。ちょっとあの試合前なんて見れなかったんですけど、はいはい、この次のファイナルで福田さんが登場ですので、はい、当然ね、ちょっとこのセミは見れなかったでしょうからね、はい、じっくり見ましょうか、はい、技の攻めぎ合い、ロープを使います。離れました中野です。両者の初めての対決は93年 12.16 SPWF の川崎大会でした。中野が勝ちました。2回目の対決、94年 1.14 ウィング戸田大会、茂木が勝ちました。3回目の対決、94年7月7日七夕 SPWF 後楽園、茂木が勝ちました。戦績で言いますとね、はい、これ2勝1敗で茂木が勝ち越してるはいるんですが、はい、ただあれですね、現在のこの夢博マットでは、はい、両者ともに目標がちょっとこう違うところに行ってますよね。そうですね、中野はいわゆるそのジュニアのエースを、ごめんなさい、茂木の方はジュニアのエースを目指すということで、はい、まあ、ライガーをね、特に意識しています、はい、一方の中野の方はこれ天竜あたりですよね、はい、意識してますので、もう完全にヘビー級ですからね、はい、したがって、まあ、インタビューにもありましたし、福田さんもおっしゃってくださいましたが、はい、まずこの茂木の完全復活という部分がこの試合のテーマかと思います。ギロチン、これはかわしました中野さんです。茂木さんの顔を見てると、はい、やる気がある感じですよね。そうですか、はいはい、まあ、あのリングアナからはですね、先だっての大会で完全復活というコメントもマイクを通して聞かれましたが、はい、福田さんの目から、まあ、先輩に対してちょっと言いづらい部分もあるかと思うんですが、どうでしょう、完全復活になってますかね。どうでしょう、この試合によってでしょうね。この試合によってですかね、はい、そうですか。今朝固め上になっています、はい、中野真一。中野さんも試してる部分があると思いますんで、はい、はい、そうですか、はい。NWA 世界ジュニアのベルトはすでに失っています。去年の 8.2 新日 J クラウン両国大会、サスケに敗れて失っています。まあ、その後福田さんね、はい、12.20 のドラゴン戦、はい、それから今年に入って 3.20 の名古屋ライガー戦、はいはい、2回ねジュニアの8冠、はい、まあ、現在はもう7冠になってしまっていますが、はい、このジュニア8冠に挑戦しましたが敗れました。この最後のライガー戦、はい、ここからですかね。そうですね、試練の日々が続いています、互いに黒のコスチュームです。ハーフショート中野真一、ロングタイツ茂木です。ロープに飛ばしました茂木、ドロップキックを放っていきます。すぐにカバーです。これは返します。中野スリーパー狙い、揺さぶっていきます。しっかりガードをしています。中野同締めの形になりました。マットに寝そべらせておいての同締めスリーパー、しかしまだかかりはこれ浅いですね。ちょっとフェイス、フェイスロック気味にもなっていますが、はい、いずれにしてもちょっとかかりは浅いでしょう。下から足、これこのままレッグロックでね、中野が決めることもできます。これが結構痛いんですよね。ですよね、茂木が逆にこのように攻められています。まあレスリングのテクニックという部分で見たらもう天下一品ですよね。そうですね、キャリアは17年中野真一です。15歳で新日マット入門を果たしました。さらに足攻撃続いています。レッグロック下から張っていくが、張り返す中野、3発張り返されて1発で返しましたね、はい、茂木の張り手跡が続きません。しかし今度は蹴っていきます。この状態からのキック、それほど効果はないと思うんですが、とりあえず体はこれで崩せました。離れ際にストンピング2発、3発目はキック、中野です。アキレス腱固め、足を狙ってますね。はい、狙ってますね、はい、ターゲットを足に絞りました中野です。
茂木さんもまだ足が回復し完全には回復してないと思うんですけども、はいはい、あそうですか。まあ、レスラーの方というのは本当に怪我はこれ耐えないのが当たり前と言ってもよろしいですよね。そうですね、それでもマットの上でお客さんの前で戦わなければいけません。騙し合いですか、ね、あそうですか。これは結果的にエスケープになりました。ブレイクをトミーランが命じます。離れ際仕掛けませんでした中野です。3回目の対決、94年の7月7日からすでに2年と11ヶ月、はい、ほぼ3年が経っています。膝の裏側を蹴っていきました。テイクダウン、右足を取ります。ももの内側、裏側、これ痛いと聞きます。さらにストンピング、厳しい攻めですね。厳しいですね、はい、膝十字固め中野。苦しそうな表情は茂木です。この夢ファクマットでついにシングル対決が実現しました。とにかく茂木はこの中野にね、はい、自分の復活ぶりをアピールしなければいけません。中野に認めさせなければいけません。裏アキレス腱固め中野、このかかり具合はいかがでしょうか。かなり体重も乗っているようですが、てます、ね、苦しい表情、ずるずるっと引きずっていきます。さらに続けます。中野真一、裏アキレス、あえて足下ろしで狙ってますね中野さんは。あ、はい、なるほどね、はい、足狙いの中野です。マットの中央、ブルーのマットに白い文字、夢という大きな文字が書かれています。その夢の文字の真上、今向こう側にエスケープしました。サードローク、腕が出ました。さあこの辺りでそろそろね、挽回していかないと。そうですね、はい、厳しくなります、ね、厳しくなりますね。茂木の評価の部分につながってきますからね、はい、もう一度ライガーを追いかけることにしたと公言しています、はい、茂木です。しかしそのライガーを追いかける前にこの中野にガッツ復活ぶりをアピールしなければいけません、はい、低空のドロップキック、さらに足攻撃、かなりこれ右足がもう死んだ状態になってませんか。はい、あーサードロープを使っていきます。これなんて言いますか、中野がですね、はい、茂木に精神面でのこうコーチをしているという、 そうですね、はい、そんな図式にも見えますね、はい、レッグロック、ニアロープではありますがこの位置では逃げられないか。これ目のあたりを、そうですね、入れてますね、入れてましたね、指を入れてました。さあやり返す、やり返す、茂木がやり返す、張りました。これは聞いたかもしれない。ここから行きたいと思います。そうですね、はい、バックドロップ、ここから茂木のペースに持っていきたいところ、カバーの体勢、これは返すでしょう。腕しぎ逆十字固め、茂木が仕掛けていきます。すぐにグリップしてディフェンスをしようという中野、まあもちろんねこのディフェンスの仕方をよく知ってますからね、はい、まだかかっていません。腕しぎ狙い茂木です。さらにグリップ外れましたね。外れましたね、今外れました。腕の伸び具合はいかがでしょうか。まだちょっと危ないか、足の服が三角締めですね。いいですね、すぐに腕しぎから三角締めに移行しました、はい、これはいい形になりました。この腕が伸びきってしまうと中野ピンチです。しかしこのように起き上がろうという、体を入れ替えようという、膝で足首決めてますね。あ、そうですね、はい、これもうまい攻撃を見せています。攻められながらも攻めています。一瞬のうちにね、はい、攻守が入れ替わります、はい、横三角締めになりました。今度は横三角、いろんな三角締めを繰り出します。茂木です。茂木正義、島田博史戦で91年の9月20日デビューを果たしています。レスラー歴は6年になろうというところ、横三角、これも体を入れ替えて中野がしのいでいます。そしてゴロンゴロンと転がってエスケープ、サードロープ、左足が届きました中野。今話しました横三角がやっと今外れました。茂木さんは腕チャンスですね、はい、はい、まあ、中野が足狙い、今度は茂木は腕狙いですね、はい、アームブリーカー、自分のショルダーに落としていきました。
このドロップキックはちょっと浅い。しかし腕にダメージがどうやらあります。あ、腕折りだ。これは厳しいですね。かつてアントニオ猪木はこの技でアンドレの勝ちを、アンドレから勝ちを奪いました、はい、自分の全体重をまず乗っけておいて、その状態からアーム、腕を決めていきます。いやまさにこれストロングスタイルですね、はい、エスケープです。今ゆっくりと話しました茂木。茂木さんも中野さんの期待にストロングスタイルで応えようとしてるんじゃないですかね。そうですね、はいはい、この試合全くと言っていいほどまだ飛び技は出ていませんが、今やっとここでロープを使っての飛び技、ダイビングのエルボーを放っていきました。しかし位置がちょっと悪いか、いやロープを使わずに返していきました中野です。休まず一気に行きたいですね。そうですね、はい、ここで休んではいけませんね。アームブリーカー、もう一発行こうというところを同時にスリーパー狙い、一瞬うまいですね。これはうまい、はい、一瞬の切り返し技、同時にスリーパーに行きます。完全に喉入ってませんか。入ってます ね、 ねえ、これは耐えることができるんでしょうか。左腕が下がり始めたらおそらくこれはレフリーが止めるでしょう。まだ続いています。この表情、鬼の形相、中野真一じりじりと視線の先にもおそらくロープがありますが、ちょっと危ないですね、もう少し足が届いた、左足、つま先、足首の体でエスケープ、サードロープ届きました。やっと両者離れました。ちょっと茂木がピンチです。大ピンチです。もう少し逃げるの遅かったら落ちていったかもしれないですね。ですね、ロープを使います。中野ラリアット、いやパンチのようにも見えました。テイクダウン、茂木が倒れた。ちょっと中野も疲れが見え始めましたか。足が当たったんですね。足が当たったんですかね、はい、顔面を蹴っていく中野、ストンピング胸元。思えば中野真一がこの夢マクマット入団を、夢ファクマット入団を果たしたのは、これは茂木に、ね、以前敗れたからというのが大きな理由だったわけですよね。はい、茂木に敗れたのはプロレス人生最大の汚点だという文句を当時吐きました。中野です。2位を当てていきます。ロープに飛ばす、ラリアットをかわされました。体を浴びせていった。今コルバタに行こうとしたんですが、ちょっと首を取り切れませんでしたか ね、 ね、はい、とりあえずこれは場外にエスケープ、飛ぶのか。これがジュニアだと呼んばかりプランチャー。しかしちょっと自分も頭から落ちたような感じ。中野へのダメージ、これどうでしょうね。とりあえず中野は大の字になっていますが、茂木の方もちょっと心配です。はい、起き上がれていないですよね、茂木の方もね。両者ともに場外でまだ起き上がれません。あ、この状態でした。マットの外でしたからね。でしたね。中野はこれマットの上だったんですが、今キャンバスに先に上がりました茂木です。気を吐いた。ここで一気にいってほしいですね。ゆっくり上がってくるところ、この上がり際がポイントかもしれません。ブレンバスター、ロープ越しに狙っていったのは茂木。ドスーンという大きな音がしました。夢白のキャンバスです。さあセカンドロープ、そしてサードロープ、トップロープ、ミサイルキック放ちました茂木正義。そのままカバーの体勢ですが返しました。エンジンがかかってきましたかね。はい、前にバスター、ブレンバスターと見せかけて前に落としてきました。ラマヒに行きました。ラマヒストラルは茂木正義ですが、惜しかったですね、惜しかったですね。返し技決めることができませんでした。ジュニアの選手っていう感じですよね。あ、そうですね、一連の、ジュニアの攻防でね、はい、身につけた技でもあります。バックを取ります。ジャーマン狙い、茂木式のジャーマンスープレックス、ロコモーションジャーマン繰り出しています。これで取れるか、ダメだ、取れません。どうでしょう、ここまでご覧になって、はい、中野の心中としては、はい、なかなかやるなという思いありますかね。あると思いますけど、ありますかね。いい試合してると思います。そうですか、はい、中盤から盛り返してきましたもんね。はい、自らロープに飛んでラリアット、しかし踏ん張る。3発目は腕パンチ、胸元へのパンチ、
もう一回自らロープに飛ぶが、円錐キックが待っていた。ハイキック、右のハイ。中野がカウンターで見舞っていきます。ラリアットスタンディングのポジションは中野だった。テイクダウン、横四方、返した中野。聞いてますよ。聞いてますか。はい。さあ、大技をどうやら狙おうということでしょう。茂木正義がコーナーの方にじりじりと向かっていきました。今トップロープ、このブルーのコーナーマット最上段。しかし円錐キックがまたしても待っていました。迎撃されてしまいました。ちょっとふらついてはいますが、今エプロンに出て、そして今度は中野が、夢ファクのエース中野がトップロープ伺うところ、今度は下から茂木が行きますよ。このままもしかして投げていこうというところ、裏投げになりました。はい。そのままカバーの体勢ですが、返しました。さあ、ここからが面白くなってきました。ポイントかもしれませんよ。茂木がどんどん技を繰り出していかなければいけません。ツームストン狙いですね。パイルドライバー、腰のあたり、背中のあたりにもダメージがあったかもしれません。そして今度はこちら側、赤のコーナーマット最上段に茂木正義が飛んで、ダイビングのヘッドバットを放っていきました。的確にヒット、これはいい。しかし返した中野。もう一つですね、もう一つ欲しいですね。もう一つなんかね、はい、大技が出るとね、これで取ることができるかもしれません。茂木正義、会場のお客さんも湧いています。北沢タウンホールのお客さん湧いています。もう一発何か飛び技を狙っています。ダイビングボディアタック、これはパワースラムで返されました。カウンターのパワースラムは中野、読まれました。福田さんがね、もう一発欲しいというね、はい、技放っていったんですが返されました。読まれました。さあ、今度は中野がそろそろ決めようということなんでしょうか。ブレンバスター、ひねりを超えたような形。このブレンバスターが痛いんですね、また中野さんのね、はい、あの背中が一瞬ブルブルと震えるような形のね、はい、ブレンバスター放っていきました。大歓声、北沢タウンホール。さあ、ここから中野のフィニッシュに持っていこうというところ。しかしバックを取り合い取り合い取り合い、前から前方回転、カニバサミ、しっかり押さえてほしいですね。エビ固め、これはどうだ、取れません、まだ取れません。カウントは2。まだ中野さんは余裕がありますね。ああ、はい、そうですか。まだ余裕があるという余力があるという中野真一。しかし茂木は余裕はないでしょうね。必死ですね。必死でしょうね、はい、表情からもそれが見て取れます。パワースロム狙い、それを切り返しておいて、エビ固めに行く、これも取れません。まあ茂木はどうやら返し技狙いにね、焦点を絞ったかもしれませんが、ね、読まれました。後ろに立った、そして張る、左の方を張っていきました。そしてノーザンライト、おはこが炸裂、ノーザンライト。しかしこれを返した、返しました、ね、これすごいですね、はい、中野のノーザンライトを茂木が返していきました。中野さんがマット叩いて悔しがるってもうなかなかないですよ、はい、そしてジャーマン狙いです。投げっぱなしていきました。そして弟子逆十字、すぐにタップ、たまらずタップ、茂木正義敗れたり。中野が取りました。6.10 東京は北沢タウンホール大会ファイナルマッチ、6人タッグマッチをご覧いただきます。